はい、皆さんこんにちは、ポールのマイノリティラジオへようこそということで、今日もラジオ撮っていきますが、ちょっとねまだ、風邪が治ってなくてね、鼻づまりがすごいのとちょっとね咳が出ます。あの咳のとこはしっかりカットしていこうかなと思いますが、そう今日もなんか話していこうかなと思うんだけど、まあちょっとね最近少し悩みというかこう気づきがあって、それ話したいなと思って、まあ音楽に関してなんだけど、今やっぱりライブとかあまりフェスもさ、ほとんど夏は中止になってしまったりして、そう新しいね音楽に全然出会えてなくて、結構あの Apple Music とか YouTube とか、あと僕 SoundCloud とかでもよく探したりするんだけど、そうでもやっぱりこう、心からねすごい好きになるっていうきっかけは結構ねライブとかフェスでたまたま見るようなところからね、すごい例えば下山とかもすごい惚れていったりとかね、そういう機会があったからどんどんいろんな音楽聴いていたのかもしれないなって、こういう機会にね改めて思いました。そうで、今日はね少し皆さんにお願いというか、まあいろいろねなんかみんなで共有できたらいいなと思ってこのラジオ撮ります。YouTube のコメント欄でも構わないし、概要欄にメールアドレスとかインスタグラム、ツイッターとかいろいろ僕の SNSの URL が貼ってあるんだけど、そこにぜひなんかおすすめのアーティストとか、まあ、アーティストのこのアルバムとかでもいいからいろいろ教えてほしいなと思ってます。まあ企画というか全部ね絶対に聞くんだけど、なんかこのいろいろおすすめしていただいた音楽を僕なりに聞いて、なんかそれをまとめた動画を、まあ、そのうち上げれればいいなと思ってます。6月中はちょっともう厳しいかもしれないけど、まあ、7月中にはあげようかなと思ってます。あ、こう言って言うとあんまり良くないかな。そうだな、じゃあ1週間後にはあげようかなと思います。まあもちろんこうやって僕がいろんなね音楽知れるっていう単なる興味ももちろんあるけど、なんかこのラジオを通して今72名登録者がいるんだけど、そう、その中でなんかこういろんな音楽が共有できるような会をこう毎月行っていったりしたら面白いかもしれないね。6月末まで募集して7月にどこかで発表とか、そういうの毎月やっていって、いろんなアーティストの紹介、そうというかなんかそういう感じでなんかいろんな音楽をみんなにこう広まっていったら、もちろんこの僕が好きな範囲以外でもたくさん音楽っていうのはあって、そういうものをさみんなで広げていこうかなっていう思いでね、今日はちょっと募集という形の動画にします。で結構反響があったりとか、少し自分なりに面白いなって思えたら、まあ次回とか毎月ねやっていこうかなと思います。なんで今日はちょっとまあ少しまだ試しの段階ではあるんだけど、第1回ってことでやってみます。まあそうだな、じゃあ一応募集期間は6月いっぱいで募集して、7月のどこかでその動画を上げようかなと思います。で内容は結構何でもいいです。アーティストだけでもいいし、アーティストのこの曲とかでもいいし、このアルバムでも何でも構いません。皆さんが今聴いてる音楽を僕に教えてほしいなと思います。それをまとめていろいろ動画作ります。まあなんでねこんなことしようかなと思ったのかっていうと、そう今ね体調悪くてずっと家にいて、こう昔というかまあ 2ヶ月前くらいにこう毎週のようにブログをね書いてたんだけど、その記事をね自分なりに読み直したりして、そう自分がねこうやりたかったことっていうか、そういうのってをなんかこう再確認したっていうか、そう僕はなんかそうなんかいろんな音楽をみんなで共有して、いろんなこうそう音楽ってもの自体がこう大きくなるというか、みんなにとって大切なものになればいいなっていうね思いがすごいあって、まあマイノリティラジオっていう名前もそういう少数派がこう胸を張ってね生きていけるようなものにしていきたいなっていうのが最初の思いだったんです。そう、それをねこう久々にハッと思い出して、で自分の中に何かやれることないかなと思って、まあ今ちょっとこうやって YouTube でラジオもやってるし、そうなんか音楽のなんかいろんな情報を発信していくんだけど、やっぱり僕からの発信になると本当に僕に偏った情報になってしまうから、やっぱいろんなアーティストをみんなで共有できた方がこう幅も広がるし面白いんじゃないかなと思って、今日はねこういう
企画をね初めてやってみます。なのでぜひね協力してほしいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、といった感じで今日はね、音楽というかアーティストとか音楽の、紹介を僕にしてほしいなっていうお話をしました。で、なんだろう、さっきも言ったけど、コメント欄でもいいし、でもコメント欄だと少しね目立ったりもするから、メールアドレス、 Gmail のメールアドレスと、あと Twitter でもいいし、インスタでも DM は全部開放してあるんで、ぜひねちょっと面白そうだなと思った人は、協力してほしいなって思います。 あと、昨日ねちょっと体調不良の中、よくわからない、 今のところ名前がポール劇場という別のねチャンネルを作りました。このねマイノリティラジオはラジオっていうスタンスをね崩したくなかったから、ラジオしか上げたくないっていう思いあったんだけど、ちょっとゲーム実況ね、ウイニングイレブンやってみたいとか、あとちょっとねパソコンをね新しくしたら、こうショートムービーみたいのをね撮ってみたいっていうのが結構昔からこう好きだったので、そういうのをなんかこう今後ねこう何でも上げれるようなチャンネルを作りました。ぜひ多分、ね、投稿頻度はものすごく少ないし、すごいね変な動画ばっかりになると思うんだけど、そちらの方もねチャンネル登録していただけると、しなくてもいいかな、面白そうな動画が上がるようになったらぜひ登録してほしいなって思います。はい、こういった感じでいろいろラジオやっています。こうやってねちょっと初めてねこう企画チックな動画を撮るんで少し緊張もあるんだけど、ぜひなんかぜひというかこれがねすごい面白い企画になればいいなって個人的には思ってます。定番化できるほどねこういうのが本当はやりたかったんだなって今になって思うかもしれない。そうなんでぜひ本当話がね全然まとまってないけどそういう気持ちです。ぜひよろしくお願いします。このラジオ自体もなんかいろいろこのラジオねもう100本はとりあえず撮ろうと決めてるんで、チャンネル登録グッドボタンとか、これからも週3、4は投稿していくと思うんでよろしくお願いしますといった感じで今日おしまいにしたいと思います。どうもありがとうございました。おやすみなさい。